元オリンピック代表の父を持ち、2006年には世界ジュニアを制覇。鳴り物入りでシニアの舞台に挑んだ小塚崇彦。しかし全日本では6位。そうですね、あんまり満足はいってないです。さらに今年もここまで表彰台にも上がれず苦しい戦いが続く。しかしエリートコースを歩んできたサラブレッドとしての意地がある。2年目の今シーズンは勝負の年。高橋にも並ぶと言われるスケート技術で小塚は再び全日本の舞台に立つ。今シーズンはちょっと張り切って頑張ろうかなと思ってます。小塚崇彦さん、いい、ね、トヨタ自動車。ここが小塚にとっての剣ヶ峰。18年間の人生の中でも大きな勝負の時を迎えています。日本人男子3人目の世界ジュニア王者小塚崇彦。この全日本ではまだ表彰台はありません。表彰台に上らなければ世界フィギュアの代表にはなれない。さあ勝負が始まります。最初のジャンプはコンビネーション、トリプルルッツ、ダブルトーループ、3回転2回転に変更です。そして課題のトリプルアクセル。トリプルアクセル、さあこれで波に乗るか。大きな武器のスケーティング、今シーズンはレベル4も獲得しているスピンです。独特のポジション、ここまでは完璧。トリプルフリップ、小さくガッツポーズ。勝負の時、大きな重圧に打ち勝った小塚崇彦。2分50秒間、見事な演技です。今朝の公式練習で一番厳しい表情をしていたのはこの小塚でした。まずは国分さん、はい、この演技いかがですか？いや、演技が始まる前の目を見てるだけでもかなり強い目をしてたので、今日は攻めんじゃないかなと思ったらかなり攻めてきましたね、やっぱりね。そうですね、はい、荒川さん、そのあたりはどうですか？いや、そうですね、ただ非常に緊張してるなっていうのは伝わってきたんですね。その中ででもこれだけの演技ができたことっていうのは非常に彼にとって安心したといいますか、自信になったと思うんですね、でまたこの世界フィギュアの枠が3枠、そして太田選手が出ないという中で、もしかしたらいけるという時にこの演技ができるというのは彼が着実に成長している証拠だと思います。